物ガい、学名レイディックスオーリクラリアジャポニカは、ハイメモノ目物ガい科に分類される巻貝の一種。また、講義には、物ガい科の種の総称。一般的には、物ガい科や、酒巻ガ貝科などの炭水域に算する、小型貝類をまとめて、物ガいと呼ぶこともあるが、厳密には誤りである。なお、記載者の J は、アメリカの貝類学者である。体らか、 殻幅 20mm 前後の卵円形。殻は薄質で薄茶色飴色でやや透明感があるが、模様や彫刻はなく、成長脈があるのみである。また、殻口は広く、殻高の8割前後にも及ぶが、相対的に、螺頭はとても低い。軟体は黒い縁模様があり、殻の上からでも透けて見えるため、生地は一見殻に模様があるかのようである。 その他軸唇は広く、またねじれ、へそこうはない。蓋もない。落ち葉や草類、死骸などを食べ、食性の幅は広い。私有動体でた個体と交尾し、寒天出の袋に入った数個、数十個の卵を水草や石などに6月頃から産みつける。卵は2から3週間で孵化し、2から3ヶ月ほどで成熟、繁殖し、繁殖力は、 比較的強いとされる。水面を逆さになって這うという行動を日常的に行うことが知られている。北海道九州の日本各地と朝鮮半島に分布する。淀んだ小川や、ため池、水田、沼や池などのやや不栄養化の進んだ四水、半四水域に生息する。数十年前までは普通種とされていたが、 極端に、不栄養化や汚染が進んだ場所では生息できないこと、酒巻貝や、ハブ台イモロアガイなどの移入種との競合、補助整備や、河川回収による環境の変化などの理由により、激減した。日本の環境省が作成した貝類レッドリストでは、2000年改定版から、純絶滅器具として掲載されたほか、14府県で、絶滅器具種として、名が上がっている。 田んぼなどの身近な環境に生息するため、古くから人間に親しまれてきたが、食用には適さず、特に利用法はない。またその広い植生から、アクアリウムのタンクメイトとして、残滓の処理やコケ取りなどに利用されることもあるが、逆に増えすぎて水草などを食害することもある。アクアリストの間では、スネールと呼ばれ、忌み嫌われる存在となることもある。ただしこれらの場合、多くは、 競技の物抗いではなく抗議の物抗い、特に姫物抗いや、酒巻貝のことを指して、物抗いとしている場合がほとんどで、実際に、競技の物抗いがアクアリウム内で、タンクメイトとして利用されたり、爆発的に繁殖したりすることは、あまりないと思われる。その他、平家ボタルや、ガムシの幼虫の餌となるが、やはり飼育下では、酒巻貝や姫物抗いを与えることが多い。 物あらがいかの種で物あらがいに禁じする種は多い。しかし、外観の変異や大きさなどからからだけでは分類が困難であるため、正確な童定には難体部の解剖などが必要とされる。そのため、あまり研究は進んでおらず分類は混迷している。また、外来種の近似種も多く、在来種との交雑などを引き起こし、 より一層種の区別を困難、複雑にしているものと思われる。その他、酒巻貝かの酒巻貝や、岡物荒貝がかの岡物荒貝などにもやや似るが、こちらの区別は容易である。在来種では主に以下のような近似種が知られる。外来種の近似種も多い。柿に主な種を挙げるが、柿種以外にもかなり多くの種が移入しているものと思われ、また、 在来種との交雑などを引き起こしていると考えられる。ありがとうございます。